ハニカム作り続けて20数年、ファナティックがお送りするこのハニカムスノーボード、これがまあ一番特徴で、まあ、いつもあの店頭に飾っているこの、ハニカムカットサンプル、ちょっと新しくなりました。その新しくなったところは、一番のポイントはこのノーズのハニカムコアですね。ここがすごく、ちょっと、貝殻のシェルのような形になりまして、で、まあ、軽量化と、このノーズのエッジコンタクトの部分に向けての力の加減がすごく良くなりました。なのでグラトリのきっかけ、スピンの時のきっかけづかみだったりとか、フリーライディング時のきっかけづかみというのが非常にしやすくなっております。まあ、このテクノロジーを、まあ、FTC ツインだったりとか、この、去年から販売しているツインと同じ構造をした FTC のリミテッドエディションというところに書かれているのが今回の特徴です。で、もう一つの大きなトピックは、3年ぶりにリニューアルしました FTC、レンジ的には、150メンズサイズ50、53、56という、まあ、今非常に、まあ、あのニーズの大きいサイズレンジに展開しています。でプラス、全般的には非常にツインに限りなく近いディレクショナルツインというシェイプを取っているのがもう一つの特徴で、約実数的にはウエストサイズで3ミリ程度の広がりがあって、まあ非常に安定感のあるライディングが楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ファナティックの中のまあ一番看板モデル、FTC の方は、この黄色と赤のこの 2カラー展開がスタンダードモデルで、こちらのノーズとテールにもハニカムが追加されたこのスペシャルエディション、これが、まあ、あの限定モデルで存在しています。でさらに FTC ツイン、もうあのこちらでもひっきりなしにお客さんが乗っていてくれてるんですけども、このモデルの方も今年大きな変更点としては、ノーズとテールのハニカムの入り方がこの貝殻の形に変わりました。ですので、非常にスピン性能も上がりましたし、やっぱり、フリーライディング、するそういうところまでも幅広くケアしてくれるような、そんな板になってます。で続いてが、スラント、これが、去年まで、去年も、登場したモデルなんですけど、まずサイズレンジが140台も増えました。144と148で、さらにハーニカムコアの方が、センターに1本だったものが日本に増え、増量されまして、で、まあ、あの値段据え置きという、まあ、コストパフォーマンスをちょっと前面に出したモデルにはなってきています。次がここに、ちょっと怖いお兄さんが持ってるのがアンリミテッド。今ので全て見てもらえたと思うんで、もういいかなと思うんですけど、やっぱスノーボードを1本使って何を使うかというと、僕はあんまり柔らかい板というよりもそこそこ張りがあってしっかりこうしなってくれて、そしてこう走ってくれる板がいいと思うんですよね。だからやっぱその中にキャンバーっていうのがあって、このキャンバーをまっすぐ踏むことによって板っていうのはビュンビュン走っていく、そのターンした時にこう踏み込むと板が走るって気持ちいいもんだと思います。ぜひぜひ皆さん体感してください。どうもありがとうございました。チェックチェック、マイクチェック、大丈夫ですか。あ、ユニオンリミテッドです。今までらしからぬファナティックっぽくないだけどかっこいいですよね。バンブーっていうのをちょっと取り入れてみて新しく出たんですけど、ちょっと僕は長めを乗ってもらいたいなと思います。僕で多分161を乗ると思います。こう気持ちよくいい雪をのんびりクルージングに最適じゃないかな。かといって、まあちょっとある意味物静かなこうアンダーグラウンドなこうスノーボード好きな人たちにも使ってもらうと味の出るバンブー、俺もバンブーじゃないですけど、これちょっとあんまボケがうまくはまらないんでダメなんですけど、一応数もあんま多くはないんで、チェックポイントはサイドウォールも、俺パンピー。
あ、バンブーでした。バンブー、はい、だからやっぱちょっとポップっすよね、弾き方が。だからちょっと今までのウッドとハニカムのっていうのにさらにこのバンブーのポップさっていうのは出てくる、乗り心地に出ると思います。まあリンさん何でした？そしてまあこれが定番のあのリンさんです。あ、すいません、どうですかこれ、ダメ？あ、ちょっとノーコメントだったんで僕が代わりに喋らせてもらうと、ユニオン、これ定番でもうほど乗り心地のすごくこうマイルドな、もう誰が使ってもらってもあー調子のいい板っていうのはファナティックの中でこれが一番そういうモデルだと思います。ちょっと足の小さめな女の子から脚力のない女の子、そしてフリーカーブをもっと上手くなりたい子っていう人たちには最適ですし、かといってこれがハーフパイプやパークの中に入ってダメっていうこともなく、みんな自分の好きなデザインであったりスタイルでモデルを選んでもらうといいと思います。ユニオンです。終わりましたよろしくお願いします。今のもかったんですけど。